はい、リスタート5組目ですね。はい、何かあるですか。はい、じゃこちらに記入させていただきますんで、はい、お、いい当たりだ。ナイスなんじゃない。ナイスミート、うん、ナイスですね。お、すげえ、まっすぐいってるよ。はい、お、269.8。 ナイス、強い。ナイスショットです。今トップが1027点。あとちょっとじゃん。惜しかったですね。惜しかったね。もうちょっと頑張れば。うまっ。今の良さげ。どうだろう。どうだ。もうまっすぐ行きましたね。あのピンゴルフのあのちょっと待って、いただきました。え、そうなんですか。この前のリンゴルの。そうなんですか、はい、なんでかんだでありがとうございます。こちらこそお世話になりました。お疲れ様です。今日は楽しくラウンドできてますか。楽しいです。楽しいです。最高です。スコアが良ければもっと良かったですけど。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はどうでしたか。調子いいですか。楽しくなってます。本当途中で見たけど楽しそうでしたね。僕が富里の練習場にいた時に声をかけてくれた方です。ありがとうございます。同業者です。同業者です、はい、知ってる人は知ってる方です、はい、2回目の参加です。前はどこにいらっしゃるんですか。一番最初のコンペに実りですね。あ、実りの人が結構参加してくれてて、で今回競技っていうかもう何にもないじゃないですか。ないですよって、あ、そうなんだって言ってて、あ、説明不足だったなってすごい感じてます。ただただ楽しいです。そう、うん、私は初参加。ありがとうございます。もう騙されてきた感じですけど。大変ですか。みんな上手なので。ああ、じゃあ引き続き楽しんでください。ありがとうございます。前回はあの市原で大草さんが百切りをしていない人たちに対して18番ホールでティーショットを打たせてみんな OB にさせたというあの伝説のティーショット撮影のコーナーです。ドライバーは何を使ってますか。ピンです。お、 G400LST LST かっこいいですね。お気に入りですか。お気に入りですね。しょー、いい球。どこが OB ですか。旗の横を越えた、旗越えた。逆に冷静になれたかな。使いのドライバーは何ですか。 M4 です。 M4 どうですか、使ってみて。すごいいいですね。いいっすか。曲がらないです。おー、おいしょー、いい球だ。バンカー行っちゃいましたね。ナイスボールです。今日来てない三枝さんに一言いただきたく。いつも見てます。これからも楽しい動画を期待してます。ありがとうございます。かっこいいですね、そのトレーナー。おー、戻る。フェアウェイ真ん中、お願いします。皆さんテーラーメイド勢ですね。 M2 です。おー、コースなりに行った。戻った戻った。飛び出ないんだ。すいません。さすがです。カメラ慣れしてます皆さん。満振りで。満振りで。はい。とにかくもうまっすぐ。はい。満振りだけ。はい。振るというだけで。はい。はい。いいグローブですね。ありがとうございます。純ちゃんとお揃いだ。はい。今朝思いました。はい。おー、行ったかな。山の中かな。素晴らしいマンブリでした。マンブリでした。ありがとうございました。あのジャニーズの人に顔が似てますね。いえいえ、とんでもございません。今日はどうでしたか、回ってみて。前半悪くないので、お、頑張ってあの決勝行きたいと思います。行きましょう。よいしょ、まっすぐ行った。バンカーだ。これは飛びすぎです。バンカーの先まで行きました。今日いない三枝心さんに何か言いたいことありますか。あ、ぜひお会いしたかったんですが残念でした。しょー、おお、フェアウェイ真ん中。今日のコーディネートのポイントを教えてください。え、あんまり目立たずスタイリッシュに。目立たずスタイリッシュに。あー、やってしまった。いや、中のトラックマン良かったんですよね。絶対強そうですもんね、みんな。行ってきます。はい、いらっしゃい。何ですか。作新学院です。作新学院って野球じゃないですか。そうです、野球のところのゴルフ部だったです。だったんですか。はい。おー、いい球だ。旗越えましたね、これ。
あ、左の方か。ナイスショットです。愛用しているドライバーは何ですか？スリプソンです。お、どうですか、使ってみて。今のところ調子いいですね。いいですね。あだー、いったんじゃないですか、うん、方向はいいんじゃないですか。今日の目標スコアを教えてください。今日は、前半を見る限り100を切ることぐらいになりそうです。ありがとうございます、はい。上がれ上がれ上がった、あった残った。前回の撮影の時と同じです。ありがとうございます。で、前はどこでやったんですか？です。ありがとうございます。ここにいないリンゴルフの誰かに何か言うとしたら何を言いたいですか？心さん、いつも楽しみに待ってますので、これからもよろしくお願いします。楽しみに待っている。はい、いろんなことを。 ありがとうございます。はい、よいしょー、いった、ナイスショットです。ありがとうございます。カメラに強い。皆さんこんにちは。ティーショットを撮影しようの。あ、そうなんですね。ホールなんです。今日はどうなんですか、調子は。まあまあかな。まあまあ、まあまあ、よいしょー、完璧じゃないですか。さすがです。あれ、普段はリンゴルフの動画ご覧になってるんですか？たまに。たまに。ありがとうございます。よいしょー、フェアウェイですよ。ナイスショットです。今日は何か目標などはございますか？マイペースに頑張ります。マイペースに、いいですね。よいしょー、私と近い、同じとこだ。ありがとうございます。ナイスショットです。普段動画をご覧になっているということですが、はい、リンゴルフの方々に対して何か一言いただきたく。もっといろんなあの YouTuber とか、はい、そういう方に絡んでいただければ楽しいかなと。例えば誰ですか？そうですね、女子プロがいいですね。やっぱ女子プロ。もうあの原エリカプロとかファンなんで。原エリカさんね、はい、僕本当あれ水野さんに案件もらってきてよかったと思いました。行ったんしょー、いいとこ行った。ナイスドローです。ありがとうございます。フェアウェイど真ん中。ありがとうございます。カメラに強い、愛用のドライバーを教えてください。グローレです。おー、これ結構飛びますよね。はい、あのうまく使えれば。楽しみにしてます。お願いします。見せられてた。いいじゃないですか。よいしょ。フェアウェイに行きましたよ。やり直した。この近くにお住まいということで、はい、名物の食べ物を教えてください。はい、やっぱり餃子です。餃子、はい、どこのお店が一番ですか？餃子は王将が。ちょっと待って、めちゃくちゃ美味しいですよ。王将めちゃくちゃ美味しい。すごい、私ドテンね。マサシです。あ、マサシね。マサシ間違っちゃった。マサシって言おうとして王将って言ったんです。よいしょ、完璧。強いな。ありがとうございます。ナイスショットです。リンゴルフに出てる演者の女の子たちに何か一言。いつも楽しく見させてもらってます。今後もあのいっぱい楽しい動画をお願いします。あ、すごいちゃんとしてる、はい、真面目なんで、はい、しょー、強い。あー、左だ。超えた。めっちゃ飛んでるじゃん。超えていった。うん、あの土手に突き刺さりました。ゴルフの一番好きなところを教えてください。なんかいろんな、 なんか年上とか関係なくなんか一緒に遊べるというか、そこは一番好きです。素晴らしいです。しょー、残した残した。フェアウェイです、ど真ん中。今日の目標は、あ、その前に市原と出場ありがとうございます。はい、実りの会場あの出場もありがとうございます。今日の目標よろしくお願いします。目標は100を切ることです。いいっすね、仲間っすね。おお、はい、手前じゃないかな。うん、愛用のドライバーについてちょっとお話を聞きたいです。はい、それは何ですか？これ水野ですね。MP です。おお、はい、どうですか？そうですね、今日初めて使ったんですけど。今日初めて使った。はい、朝良かったんですけど、午後からちょっとどこ行くか分からなくなってます。はい、あ、そうか、もうね、4ホール回ってきましたからね。はい、じゃあちょっと気持ちをリセットしてお願いします。真っすぐ行った。超えました。
バンカーに入っちゃった。ナイスショットですよ、でも。はい、ありがとうございます。なんだ、なんだ。横浜さんどうでしたか。ついに100叩きの刑に遭いました。今まで全部切ってきたのに。もうトラックマンで鬱憤晴らしますか。楽しくラウンドできましたか。楽しかったです、すごい。ありがとうございます。皆さん初めましてですか。初めましてです。初めましてにしてはお話もできました。だいぶ、はい、よかったです。どうでしたか。今日のコースの感想を聞きたいけど、どうでしたかというふうにご質問いただいております。感想を言ってください。距離はそんなに長くなかったので、セカンドも狙いやすい距離が残るのかなと。ただ、まあ、結構バンカーが効いていて、まあ、入りやすかったりとかあったので、まあ、そういうのをすごい考えながらラウンドしたかなと思います。グリーンもそこまで傾斜が難しいな、速さがを感じたりはしなかったので、回りやすいゴルフ場だったかなと思います。 OB がそんなにないかなと思う。あの隣のコースからも打てるんで、ちょっとまあ出張でも出張できる感じで、なんかそんなやっぱ OB のなんかプレッシャーがなかったので、なんかティーショットもそんなに打ちにくいとこはなかったかなと思います。トラックマンチャレンジ、皆さん楽しんでいただけましたか。はい、まずですね、個人で一番飛ばした人は308ヤード、田中さんという人です。おめでとうございます。多分私の知る限りだと2位は302ヤードで、ここは地元で友の会に入っている方でした。おめでとうございます。で1位になった組なんですけれども、4人の合計が、チームの合計が 1093.6 ヤード。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今日トラックマン、まあ、一発勝負だったんで、300超えなかったんですけど、私が297で、その次が283で、277で238、まあ、多分狙えるんじゃないかなと思ってたら、すごい良かったですね。ちょっと気持ちよさそうに話してますね、はい、ありがとうございます。その前に、トップ5位の中にリンゴルフの人がまたおりましたので、この方は除外とし、まあ、普通に決勝には出てもらいますので、その人の発表からいきます。その方はですね、純青木さんです。おめでとうございます。アウトコース42、インコース38、なんと2位でした。はい、おめでとうございます。100で70位です。なんでちょうど半分です。よく動画でリンゴルフオープンから上手い人が出なくちゃいけないのかってよく思われて、ちょっと尻込みする人もいるんですけれども、だいたい半分が100だというふうに思っていただければなと思います。第3位ですね、アウト41、イン41、グロス82で、バンカーに12回以上入れたとか10回以上入れたって聞いてたんですけど、オーディにはバンカー10回以上入れた、すごい、すごい。バンカーがね、全部ね、もうカップ15、リカバーもいいですね。リカバーもすごい、半袖で回っている。そして第2位、アウト39、イン41、クロス80、カウントバックで3位となりました。で、優勝なんですけれども、まあ、絶対優勝すると言って来てた人なのでこの人なんですけれども、アウト38、イン37、グロス75で田中誠也くんです。おめでとうございます。おめでとうございます。では優勝の弁の方をお願いしたいので、マイクの方を渡してください。ヘタッピーゴルフ研究所から来ました署員の田中です。キングルフィールスタッフの皆様、イーストウッドカントリークラブの皆様、本日は素晴らしい回と会場をご提供いただきありがとうございました。そうですね、所長のダワードから、前回御殿場でちょっと優勝できなかったんで、今回負けたらクビなんじゃないかって脅されてきたんですけど、無事勝ててホッとしてます。決勝の大変な御殿場でも優勝できるように練習に始めたいと思いますので、ヘタッピーゴルフ研究所のチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございました。